こんにちは、リプス自由が丘店の坂口香里です。今日は野口さんの髪の毛を使ってトリートメントパーマをしていきます。まずパーマをかける前にマイ処理剤のトリートメントをつけていきます。次にパーマを巻いていきます。野口さんの髪の毛はカラーリングやアイロンでダメージしているので、綺麗なカールが出るように弱めの薬をつけながら巻いていきます。パーマが巻き終わりました。これから薬をつけていきます。パーマをかけ終わりました。こちらスタイリング前の濡れている状態です。正面からの仕上がりです。後ろもしっかりパーマがかかっています。ここから乾かしてスタイリングしていきます。乾かすときは根元を中心に乾かします。スタイリングしやすいように少し振りながら乾かしていきます。乾かした後です。トリートメントパーマなのでふわっとした仕上がりになります。ここからワックスをつけていきます。今回使うワックスはリップスの L14 フリーハードワックスです。スーパーハードのセット力でしっかり立ち上がり、くっきりとした毛束感が作れます。乱毛で立ち上がりが潰れやすい人でもシャープで動きのある束感が1日キープできるワックスです。まずワックスは枝豆2個分ぐらいの量を手に取ってください。手によくワックスをなじませます。毛先にワックスを軽くつけたら、下から上に持ち上げるようにワックスをなじませていきます。ここでポイントが、指を少し曲げて毛先から中間部分に均一にワックスがつくようにしっかりなじませていきます。耳後ろのアウトラインにもしっかりワックスをつけて、軽くフォルムを整えたら後ろは終わりです。次に前にワックスをつけていきます。枝豆1個分の量のワックスを手にしっかりなじませます。また毛先を中心にワックスをしっかりつけていきます。次に中間部分にもしっかりワックスをつけるために、一度ペラペラめくりながらワックスをつけていきます。ペラペラめくったら一度根元を立ち上げて、シャンプーの泡立てをするようにワックスを揉み込んでいきます。ワックスがある程度馴染んだら、つむじから放射線状に振り下ろしていきます。残っている少量のワックスをトップにもなじませて、フォルムをひし形に整えたら終了です。はい、では完成です。リップスではトリートメントパーマをすると、こちらのホームケア用のトリートメントも一緒にお持ち帰りになりますので、ぜひ一度お店にかけに来てみてください。ではご視聴ありがとうございました。